はい、炭酸水好きの俺の、シュワシュワ動画、始めていきます。今回は、ペリエのレモンです。ナチュラルミネ、原材料名がナチュラルミネラルウォーター、天然炭酸入りと香料です。これも100円ぐらいで売ってました。原産国名がフランス。それでね、多分ね、やっぱりね、ライムはね、賞味期限多分切れてたんだ。これを見ると、2015年の6月4日って出てるから、書いてあるから、多分あれ賞味期限切れてたんだ。はぁ。ね。なんということだ。賞味期限切れのやつを置いてると、山や。なんという。まあいいか。結局、これってさ、あれだよね。この天然炭酸入りなんだよね。炭酸水、天然なんだよね、これね。もともと炭酸水の ものなんだよね。水源がね。美味しい。美味しいっていうか、まあ、美味しい。まあ、美味しいかもしれないけど。普通じゃね？っていうか。ペリエの、あれ、ウィキペディアを見ると、世界140カ国の喫茶店やレストランで飲まれている最も有名な炭酸水である。特にヨーロッパではペリエを置いてない飲食店はないと言われるほどであり、食前酒の代わりにペリエを飲む習慣もある。だそうです。きめ細かく長く弾ける炭酸が特徴で、ナポレオン3世がフランスの誇りと絶賛したという逸話があると。確かにきめは細かいかもしれないな。天然炭酸水とは、炭酸がある、ガスがある地層で自然水がろ過され、炭酸が水に溶けたものですと。なんか珍しいよね。炭酸水。珍しいな。で、香水なのでっていうのもよくわかんないけど。まあ、あれですね。ちょっと、カルシウムとかが含んでると。カルシウムとかマグネシウム、ナトリウム、カリウム、炭酸水素イオン、硫酸イオンと塩化物イオン。というのを含んでて、pH が6.0。だからアルカリ性だね。そして殺菌方法が無殺菌。殺菌されてないと。ボトリング状況が採水池で直接ボトリング。で、水源が、南フランスのベルジューズというところらしいです。はい。
まあでも、ペリエは、高度が高いといっても約400。なので、別にね、そこまでね、すごい高度が高いっていうほどでもないんですよ。だいたいね、コントレックスっていうあれがめちゃくちゃ高度高いんですよ。これ飲むとね、腹を下すんで。これが1468だから、かなり高い。ですね。もうそもそも味がなんかおかしいよね、これね。コントレックスはね。コントレックスはそもそも味がなんかもう、香水っていう味がするよね。あれはまずい。ああ、でも安いのがある。楽天でね、330ml 72缶。で、送料無料で4470円。っていうのがあるね。これ安いな。え ?4470 円 ?72 缶で。72缶で4470円。1本62円だ。この一缶で62円らしい。安い。しかも送料無料。62円か。安いな。これ安いっすね。24、48、72、3ケースだ。3ケースで。3ケースで4470円安いな。ほう。ペリエ高いからね。1貫62円ってめちゃくちゃ安いですね、これね。はあ。あ。ペリエにピンクグレープフルーツ味なんていうのもあるみたいです。うん、まあ、あんまりなんか、まあ、微妙だな。普通にやっぱグラスにさ、レモンスライス1枚入れて、ピャーって言って、飲むというのが一般的な飲み方ですよね。ペリエのね、グラスがね、かっこいいんだよね。ペリエでググりましょう。ペリエの、ヤフオクでペリエのグラスとか、多分あると思うんだけど、ペリエグラスでググると、ペリエグラス、あった、かっこいい。新品で3000円とかだね。一個3000円とかだね。かっこいいんだよね、このグラスね。はぁ、あ。パリのカフェでも使用されているペリエグラス。一個3000円。もしくは、1500円。2個で1500円っていうのがあるんだけど。なんかかっこ悪いグラスですね、これね。
なんだこれ。フランスでの航空便でのお届けになりますって。フランスからの発送になりますのでご注意くださいって。マジかよ。フランスからお前、直接とか。グラスと。アマゾンに売ってねえか。テリエグラス。売ってねえな。あ、売ってませんね。まあこれもペリエもうまいんだけど、ちょっと値段が高いんで、まあ普通に三つ星でいいでしょう、うん、まあ値段を考えなければ四つ星なんだけど、やっぱりまあ味自体は結構美味しいんで、うん、美味しいんですけどね、まあね、ちょっと高いですよね、うん、ということでご視聴ありがとうございました。